目指せポケモンマスター、ジハーディたかしです。今日はブラッキー使うんだけど、今この伝説環境でブラッキーがまあもう一度注目され始めていて、で、このブラッキーは HB とか HD に育てることによって、伝説ポケモンにすら受け出しが効いたりとか、相手のダイマックスターンをもう余裕を持って枯らすことができたりと、まあ、優秀なクッションポケモンなんですよ。で、今回は HB の図太い、物理受け方を採用しております。で、まあ、理由としてはイカサマーと相性がいいのと、あとは、特殊アタックサッカーがよく打ってきがちな大サイコ、まあ、エスパー技についてはタイプで無効化することができるんで、まあ、HB の、物理受け方がいいのかなと思って採用してみました。で、こいつで守るとかあくびを絡めながら相手のポケモンを1匹眠らせて、そしてレッグーザの剣の前の起点にしていくっていう立ち回りをできたらなと思ってます。で、まあ、ご存知の通りレッグーザで剣の前を積んだりしたらもうこの世の終わりなんで、まあ、ブラッキーが、まあ、このレッグーザのもう優秀なサポートポケモンとして躍動してくれるんじゃないかなと思っております。では対戦いってみましょう。はい、マッチングしました。ガーゴイルさん対戦お願いします。ガーゴイルとマッチングしちゃってんだけど、なかなかいい名前してんな。相手の伝説枠はザシアンで、ゴリランダエースバンウーラオス、ラプラス、そして相手はメタモンというところで、まあ、メタモンだけ注意って感じかな。これランドロスからいきます。で、これは、先発で飛んできがちな、ザシアン、ゴリランダエースバンあたりを、まあ、1人で見ることができるっていうことと、それ以外のポケモンが飛んできた際にはブラッキーを後投げしてレッグーザにつなぐっていう形で勝っていきましょう。対戦お願いします。あー、ガーゴイルみたいな見た目のやつが飛んできたな。そして、ラプラスが飛んできてしまっていて、で、これはもうとんでもない不利対面なんだけど、こっちが上取ってるし、どうでしょうね。まあ、さすがに、氷技は搭載してると思われるから、まあ、一回トンボ返りで逃げるわ。で、さすがに相手が最速だったら抜かれちゃうんだけど、それはないと思うから、多分トンボ返りでうまいこと逃げて、ブラッキーに逃げられると思う。うわ、ちょっと待って、ラプラスダイマックスいきなり切ってきちゃってんだけど、これはでも多分俺が先行で、そう、逃げられるから、これはおそらくね、巨大戦慄を打ってきてると思われ、おそらくというか、もうさすがに、これは巨大戦慄だから、まあいい感じにブラッキーでいなしていけるんじゃね。いや、こういうの優秀だよな。で、巨大戦慄のターンすら、要はオーロラベールのターンすら、多分ブラッキーで枯らしきれると思うんだよね。だから、ここはもうブラッキー出しがもうこのようにもうものすごい安定感。いやもうね、なんかブラッキーにね、恋愛感情すら湧いてくるんだよね。こうやって見てると。そして、まあいい感じに食べ残しで、まあ、耐久していけんのと、おそらく、最大打点、こちらのブラッキーに対する最大打点は、なんだろうな、まあ、これあくび打つんだけど、多分ダイストリーム、ダイストリーム連打のアメホスを受けたダイストリームが最大打点になってくるだろうから、まあ、その辺りを狙ってくるのではないかなと思っておりまして、そして、ラプラスよりこっちが早いんだ。で、第3打はそれどういうこと？あ、なるほど、眠らないってことね。なかなか考えてるやんか。というか、第3打はラプラス結構搭載していがちだから、だからそれを読めなかった俺が悪い。ごめんな、ブラッキー。ここについてはエレキフィールド補正を受けた第3打が次飛んできたとしても次耐えるから、だから願い事打っとくわ。まあ、結構余裕あると思う、この対面で。まあ、ただ相手がこのブラッキーに多分なすすべないんですよ。だから、まあいい感じに願い事を打っていける盤面で、まあ、しかも、ダイストでしょ、多分これ多分耐えますね。さすがに耐えると思う。さすがにというか、何がさすがになんかよくわかんないけど、まあ、しっかり耐えていって、で、そして次のターン願い事が叶うから、まあ守っていいかなって感じだよね。で、多分アメホセイを受けた、まあ、ハイドロポンプとか歌方のアリアとかが次飛んできてしまったらちょっとまずいことになるから、てか、まあ、多分おそらくブラッキーが突破されてしまうんで、まあ、しっかりとここは、ね、守っていこうかなと。で、エレキフィールドが来たら、エレキフィールドが枯れたらもうこっちの、思うツボというか、もうそのあくび打ち放題だから、だから多分それね、なすすべないと思うんだよね。そして相手はフリーズドライ。水技があるんだったら絶対ここ水技が安定だから、だからちょっとどういうことなのかわからないけど、まあいいや。で、こういう盤面では、まあ、しっかり、フィールドとか天候の残りターンをケアしながら戦っていくのがいいのかなと思っておりまして、あとはオーロラベールターンの残りにも注目だよね。これが8ターンに伸びるのかどうかっていう感じなんだけど、1回、どうしようか。ちょっと全然やることがねえや。イカ様打っとくか、適当に。もうなんか特にやることがねえしな。そしてイカ様で、まあ多分大して入んないだろうね。イカ様は相手の栄養、うわっと、それはまずい。さあ、まずい。
まずいまずいまずい。うわ、ちょっとやべえの飛んできたな。今やべえの見えた気がするわ。そう、こういうのに弱いんだよね。あ、でオーロラベルターンを枯らし切ることができたので、相手はなんだろう、弱点保険とか、またはなんだろう、回復機能みとか、そういう系を持っているのかなといったところで、エレキフィールドがあと1ターンだから、このターン最後、あくびを打ってで退場する感じでもいいかな。最悪絶対レード当たってもまあいいかなって感じなんで。え、それこれさ、眠気状態にもなんないの？あ、それは聞いてなかったわ。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょ、ごめん。あ、ブラッキー、ごめん。あ、ぐーっと。あ、エレキフィールドって、そうなんだ。眠気にもならないんだ。なるほどね。これは、反省します。いや、でもね、こういうのを学ぶために、その、ポケモンやってるみたいなところあるからな。うん、だから、まあ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 、って感じで、許してくれ。そして、ここはもうこうなると俺レックウザで全抜きしないといけないから、でも俺全然多分これね全抜きできると思うよ。まあメタモンだよね、あえて言うと。問題なのはで、これ地震でこいつを突破できるかというと極めて難しいラインだと思っておりまして、うーん、けどまあしょうがないよね、これはもう。もういい、もうちょっと、うん、まあまあまあしょうがない、全然しょうがない、これ多分突破できないですね、うん、でもまあ、でフリーズドライがあって、で、フリーズドライがあった、電気技があった、水技があった、で、相手が氷のつぶてを採用してるかどうかっていうところがポイントなんだけど、多分俺はここ、剣の前を決めないと、多分もうこの試合絶対勝てないから、だから、俺はもう、いや、どうだろう。いや、もう多分、剣舞を決めていいんじゃないのかなと思うんだけど、いや、そんなことないな。いや、そんなことない。そんなことない。これは、神速でまずラプラスを倒さないといけないや。神速で倒せなかったらそれこそ負けで、でもさすがにこの残り HP のラプラスだったら持っていける。 OK、 いやこれは全然勝ち筋ありますね。そう、研磨した状態の、レックウザの能力変化までコピられてメタモンに上からしばかれる、そのドラゴン技でしばかれるがもう完全な負け筋だから、ではそのあたりはしっかりケアするべきで、でエースバーンなんだけど、こいつに至っては不意打ちがあるから、だからねで、こいつは多分不意打ちがあるけど、不意打ちがあるとはいえこのレックウザに対して、うん、抜群つけないんじゃないのかな。まあいいや、ここ普通に大ドラグーン打っとくわ。で大ジェット打つのは普通に相手のエースバーンじゃねえわ、メタモンに能力コピられるの嫌なんで、まあ、とりあえず大ドラグーンにしとく。いやだからこれさ、この試合なんかまあレックウザの性能でなんとか形にはなってるものの、なんかブラッキーの使い方マジひどかったよな、うん、で火炎ボールを外したぞ、ざまあ見ろ。あ、もうエースバーンが技外してんの見るところが一番気持ちいいわ。そしてエースバーンをしばき倒していって、でまあこうなるともう問題はねメタモンなんだよね。どうせ多分メタモン来んだろう。でメタモンが来ても、いやメタモンだ、メタモンが来たとしても、いやこれまだ可能性あるかな。ただ俺のレックウザが、俺レックウザ確か最速だったんですよ。最速だから、だからもう大ジェット打った後、いやちょっと待ってよ、これ大ドラグーンでも角1取れるだろ。で多分激凛受けちゃうけど、多分、うん、大ドラグーンで多分しばけるよな、さすがに。で激凛はこれ耐えると思うんで、耐えると思うというか気合の助けがあるから絶対耐えるから、だからもう開始の大ドラグーンでこれ勝ちっしょ。いやー大変ありがとうございました。てかいやこれはひどい、ブラッキーの使い方がひどい。ちょっと裏でブラッキーにマジで謝っとく。まあでもブラッキー多分優しいからね、あんま言ってこないと思うんだけど、なんかこう文句言ってこないと思うけど、まあね、その優しさに甘えてたらダメだよ。はい、マッチングしました。エミヤさん対戦お願いします。相手はね、コクババドレックスだから、ちょっとブラッキーがものすげえ相性悪いな。まあてなことで、まあこれミミキはぜひ選出していきたいかなと思っておりまして、であとねブラッキー、あとナットレイとか、あと外役ポケモンどもがうぜえんだよな。それを考えるとやっぱちょっとテッカグヤの選出は必須かなと思っておりまして、いや違うわ、分かった、これミミキも行って、これブラッキーから行って誰か眠らせて、もうレックウザの剣舞でも全員突破する。で、まあ、ミミッキュは一応、コクババドレックスのために取っておくみたいな感じで、それか、まあ、ミミッキュがいらなくて、鉄火具屋でいいのか、対戦お願いします。うわー、外役ポケモンから湧いてきていて、これは別にね、そんな悪くないんだよね。こんなもん眠らせればいいだけの話だから、なんかまあ、普通に一旦眠ってもらうわ。
まあ、どうせなんか宿り木の民みたいな気色悪いことしてくるんだろ。だからまあこれ普通に多分ね、あくび巻いて、でまあその後普通に交換すりゃいいだけの話で、でこの宿り木の種なんかムカつくんだよね。こうまあ大体さ、このなんか害悪ポケモンがその耐久するためのだけのために、あの巻いた宿り木の種のエフェクトに毎ターン後に付き合わされるこっちの身にもなってくれや。ほんで、ここは、どうしよっかな。レックーザの罪の起点にするために、まあもうこれ普通にレクーザに素で引けばいいかな。まあ、どうせこれ相手宿り切れんだとか多分してこない気もするし、普通に引いてくる気がするんだよね。まあてなことでこれレクーザ降臨させて、でこのナットで眠らせてくるんだったらそれはそれでもう研磨ガン積みするだけなんで。そして、引いてきてクアプテテフか。クアプテテフが飛んできたんだけど、いやこれね、俺それでも研磨積むわ。でこのクアプテテフより、まあ、レックーザの方が早いんだけど、まあ、スカーフだったら抜かれることにはなる。スカーフだったら抜かれるんだけど、まあ、とりあえず研磨積むわ。どうだろう、カプテテフでも最近うわっちょやべ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 、それはやべ、うん、それはまずいな。まあこれ助けあるから耐えるんだけど、そうなるとちょっとこれまたややこしい感じになっておりまして、ちなみにこれさ研磨神速でカプテテフ持っていけるかな。さすがに無理。いやちょっと俺レックーザだったらやる気がするんだよね。でカプテテフは物理耐久はそんなにないポケモンだから、おや俺ちょっとこれ神速で俺ちょっとしばくわ。カプテテフいけ。そうだよな、そうだよな、うん、いやそうだと思うわ、うん、俺もそうだと思う。てなわけで、しっかりとレックーザが、サイコフィールドはね、地面に足がついてるポケモンは先制技を受けないっていう効果があるんで覚えとこうな。そして、テッカグア行くんだけど、相手こだわってて、で、ムーンフォースは、テッカグア半減だから多分ナットレイに交換してくる。でおそらくラスターカノンとかの鋼技読みでナットレイに交換してくるから、俺そこに火炎放射ぶっ刺すわ。おっしゃ、これ交換でしょ、ナットレイでしょ、ナットレイでしょ、よっしゃ、ざまあ見ろ、お前を焼き払うためだけに来たんだよ。いやわざわざはるばる遠くの宇宙からやってきたんだよ。おっしゃ、もう俺ねこれもういいわ。レックーザがもうどうなろうととりあえずナットレを焼き払えたら俺も満足だから、もう何でもいい、もうナットレ焼き払ってる瞬間が一番気持ちいいわ。そんでこれね、ただ、ムーンフォース、カプテテフのムーンフォースがブラッキー抜群で受けちゃうから、まあだからちょっとブアドレックスか。ブアドレックスについてはこれ何打ってくるんだろうな。何が最大打点だ。エスパー技は半減で、だからまあゴースト技になってくるのかなといったところなので、相手がものすげえ速い130速だったかなって感じだから、これダイジェット一積みだったら抜けないんだよね。これどうしよっか。ダイスチルで、あ、まあいいわ、まあ別にダイジェットでいいや。ダイジェット押しとけばカブテレフのスカーフも抜けるから、まあそれでなんとかしよっか。おっと相手は、これなんだ、ダイマックスしてないってことだよな。いや別に相手がダイマックスしないはしないで、全然俺に好都合だから全然いいんだけど、うわめんどくせえのが飛んできちゃってるわ。そういうことか。でね、黒馬バドレックスの素早さ種族値150もあって、でこのテッカギアのはるか上を行ってるから、だからこれ、下手したら、いやダイジェット2積み、まあ、1積みだったら抜けないのはもうちょっと言うに及ばずって感じなんで、まあ、少なくとも2積みは必要かなと思っていて、で2積みでも持っていけなかったらかなりきついけど、まあ、とはいえこのテッカギアを一撃で葬り去る技もないっちゃないから、まあなんとかなんだろう。相手はここでダイマックスに切り替えてくる。でなんでダイブボールに入ってんだよ、縁もゆかりもねえボールに入れちゃんな。いや、黒馬バドレックスも白馬バドレックスも いいよね。俺結構好きなデザイン性のポケモンではあるんだけど、で、ダイウォールをしてくるのは、これは何すか？S を上げられるのを嫌ってるのかちょっとよくわかんねえんだけど、なんとかこれはダイジェットで、かわしていきたいが、ダイジェット荷積みしたら俺持っていける気がするんだよね。で、ダイホローこれ絶対耐えるわ。これ絶対耐える。絶対耐える。オッケー。このようにしっかりと余裕を持って耐えることができて、でね、ダイジェット荷積みだったらさすがに持って、バドレックスを抜けるかな、おそらく抜けるんで、でなんならこれでうわ持っていけないか、持っていってくれたらめちゃくちゃありがたかったんだけど、まあ、ダイジェット荷積みで S2 段階上昇になったら多分テッカグアで相手の黒馬バドレックスの上が取れるんで、取れるよな、さすがに取れる、取れる取れる、大丈夫ですね、大丈夫ですね。ってことで、あちょっと待って、エアスラはこれ負け筋、負け筋、これ外したら終わるぞ。
外したら終わる。てっかあ、オッケーオッケーオッケー、もうやべえ、負け筋を引いたかと思った。オッケーで、これで、あと残ってんのがスカーフカプテレフだから、まあ、カプテレフについてはラスターカノン鋼技が、抜群なので、素早さが2段階上昇したテッカグアで、こだわりスカーフを持っているカプテレフの上も取ることができて、まあ、これは確実に俺の勝ちですねといったところで、ブラッキーがもう全く活躍してないわ。でレッグーザも何の活躍もしてない。これもテッカグア1匹で勝ったゲームだね。でも実際これテッカグアで3立てしてるよな。あで、まあ、そのなんかカプテレフは俺好きなポケモンだから、ちょっとこれラスターカノンで一方的にしばくのはちょっとすごくなんか心苦しいところはあるんだけど、まあ、それより何よりこの試合の、まあ、見どころとしては、どう考えても外役ナットレイを一撃で交換読み際に、火炎放射で焼き払ったところでしょうね。マジで俺さ、カプテレフじゃねえわ、あのナットレが出てくるたびに二度と面見せんなって言ってるのに、愛も変わらず出てくる、あの、テッカグヤの、テッカグヤじゃない、ナットレの精神力たるやなかなかなもんだけど、しっかり勝つことができました。はい、マッチングしました。モスバーガーさん対戦お願いします。てかこの試合ちょっと、てか今回の動画ちやばくてさ、まずあのなんかあくびをあのエレキフィールドかで打ったり、あのミストサイコフィールドかでレッグーザーが新速打ったり、あとあのなんか通して動画通して100回ぐらい噛んでるし、なんかちょっとまずいよね。なんかこの試合でちゃんとするちゃんとやるわ。でガラヒヒ、エースバーン、ルナーラ、そしてユレイドルがいて、まあ、あとはその他もろもろって感じで、捉えていただければと思っております。で相手は、まあ、ちょ何が出てくるのか知らねえけど、これブラッキー言っときゃいいだろう、まあ、ルナアーラが出てきた時だけまずいんだけど、ルナウアーラが出てきた時どうしようかな。レッグーザーこれ絶対来ます、絶対行って、でも相手のと伝説枠をまあ重く見るのであれば、まあ普通にこれミミッキーを言っとけばいいのかな。まあ、そうなるとね、メタグロスがものすごい重いんですよ。メタグロスがもうちょっとありえないぐらい重いんだけど、ミミッキュでなんとかしよっか。ミミッキュプラスレッグーザで、まあちょっとなんとか頼む。お願いします。お相手は、まあ当然ガラルヒヒダルマから来る。で、このブラッキーが HB のずぶとい、で、物理特化なんで、物理防御特化だから、だからまあ相手の、つらら落としとかだったら、まあなんとかやっていけると思うんで、まあ一撃これあくびかますわ。多分ね、まあおそらく、あーちょっと待って、これトンボ返りが一番入るか。トンボ返りはちょっとやばい。もしかしてこれ持ってかれるかな。下手したらこれ持ってかれるか。いやもう硬すぎだ、ぶっ壊れてるだろ、これおかしいって。耐久力がおかしい、もう抜群疲れてあれはやばいって。でヒヒダルマなんてどうせあのゴリ夢中のとんでもねえ火力を持ってるから、なんかもうおかしいおかしい。ねこれはもう俺意図が見えすぎていて、これもう絶対相手第3打打ってくるんですよ。絶対に第3打を打ってくるから、どうしようかな。まあ、第3弾打って、で、あくびループを抜け出そうとしてくるはずなんですよ。だから、まあ、別に、いっか、普通に、願い事を打って、第3弾だったらもう絶対全然余裕を持って耐えることができるんで、ここは願い事を打って、あ、それはどういう？ここでグアラルヒヒダルマンか。ってことは、第3弾がないのか、何なんだろうね。次の、トンボ返りもおそらく耐えると思われるので、まあ、どうしよっか。普通にあの守らなくてもいいんだけど、まあ、ここは安全を期すために一撃守るかましていくわ。で、まあ、素で引いてきたりとか多分ないと思うんで、まあ、相手はトンボ返り連打とかをしてくるのではないかなと思うんですよ。でしっかりとこの守るを、打っていって HP を管理していく。で、あ、つらら落としに切り替えてきたなってことは、これはもうブラッキーはつらら落としでなんとかしないといけないっていう、まあもう相手のなんか組み立てなんだろうね。あくび打ち回す。あくび打つんだけど、つらら落としってひるむ技なんで、ひるんだらやべえんだけど、まあ大丈夫。でね、多分さっきと同じくらい4割ぐらい入るのではないかなと思っておりまして、あ、もう完璧なダメージ感覚を身につけていく。で、あくびが入っていって、これはもう俺ただ守ればいいだけになってるんだけど、どうしよっかこれ。誰かを眠らせる、どうしよっかこれ。これは多分でも誰も眠らせてこないと思うんだよね。これちょっとこの打ち合いにあんまり意味がねえから、だからイカ様打っとこうか。一応イカ様打っとくわ。で、まあ、多分ね引っ込めてくるんですよね。引っ込めてくるから、これあくびが正解だったか。ここラプラス交換読みのあくびが正解だった気がするんだよね。いや、なんでやねんって。ん？ちょっと待てよ。おそらくね、
ガラルヒヒダルマってバカ力とか覚えるから、これダイナックル打ちに来てるんじゃないのかな。さすがにこれさ、大フェアリーとか大サンダー打ってで眠気を解除するっていうこと多分できないでしょ。でこれどういうこと、何のダイマックスかちょっと知りたい。これ、ま、何のダイマックスこれ。多分ね、大フェアリーとか打てないよね。大ワームだった、大ワームで、ワームでしっかりとブラッキーが叩きのめされていかねえんだわ。いかねえわ、もうぶっ壊れてるわこのポケモン。そしてここはですね、多分これイカサマとんでもないダメージ入るでしょ。いやイカツ、もうバケモンみたいなダメージ入ったくねえか今。いやもうバケモンみたいなダメージ入ったよな今、怖ー。これは、イカサマでもうガラルヒヒダルマを倒せるんだったら倒しておきたいんだよね。で相手はまあおそらくこだわりスカーフを持っていたと思われるんですが、いやってかすごいな、あの耐久力もぶっ壊れてるし、あのガラルヒヒダルマの A が高いせいでイカ様の火力ももう壊れてる。これねガラヒヒ多分大事にしてこないと思うんだよね。もうこの残り HP だったら神速でしばけるし、うわー、てかブラッキーでさ相手のダイマックスポケモン1匹素で持ってってるのやばくない？もうチートだろこのポケモン、禁止にした方がいいと思うよこれ。やられたら相手切なものだと思う。そして相手はルナワーラが来ていて、でルナワーラについては、まあ、悪技抜群なんだよね。悪技抜群で、どうしようか、これ何してくんのかな。まあ、一回イカサマ打っとくわ。もうブラッキーはもうマジで仕事十分したからもう大丈夫。メテオビームで、まあ、罪の起点にされてしまうか。ルナワーラね、ルナワーラ、まあ、これはもうブラッキーの仕事十分すぎるからもうこれ以上大事にする意味ないんで問題ないです。で、メテオビームでしっかりと、C を上げつつ、ブラッキーが突破されてしまう。いやブラッキー強くね、ってか、もう強すぎ。ガラルヒヒダルマに、ガラルヒヒダルマに抜群疲れて持ってかれないわ、もうやばいって。これはね、ミミッキュで、いやもうこれミミッキュで何とでもなるわ。とりあえず相手のルナーラが、ゴースト4倍弱点なんですよ。エスパーゴーストタイプかな相手が、あ違う、エスパーゴーストタイプのはずだから、そうゴースト技影打ちが4倍なので、と思うけど多分ここ、ラプラスに交換してくるからじゃれつく打ちます。相手うわーっと普通に、ちょっと待って、普通に突っ張ってきてんだけど、どういうことなんだろうか。まあいいや、じゃあ影打ち、うわすものすごい火力が出ちゃってるわ、ものすごい火力が出ちゃってる、なるほどね、で相手は なんかそう相手の特性を無視して攻撃できるっていう特性なんで、あちょっとこれはまずい、これはまずくて、でこれねレッグーザの方が早いんですよ。レッグーザの方が早いから、だからもうこれはダイジェット打って、まあダイジェットダイジェットみたいな感じで持ってって勝ちなんじゃないのかな、さすがに。あちょまだ負け筋があるとすると、まあ、相手がスカーフ、まあまあそんなことないと思うけどね。スカーフっぽいなえあれルナーラって多分そんな速くないよね。でスカーフじゃねえか、まあだとしても多分、いやしかももう信じられないぐらい硬い、信じられへんぐらい硬いわ。まあ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 いいや、まあこれで S 上取れたんで、もう一撃大ジェット打って、でラストラプラスもダイマックス一旦残ってるからダイマックス技でしばいて勝つとは思うんだけど、いやなんかちょっとなんかなんだかなって感じだよね。このレッグーザが、あれちょっと待って、レッグーザこれもしかしたら俺最速にしてないかな。レッグーザ、もしかしたら最速じゃなくってダイマックスでダイジェット積む前提の純速にしてる可能性もちょっとなくはないかもしれないわ、ちょっと忘れちゃった。まあいいわ、これはどうしようか、別にもう何でもいいんだけど、ダイジェットを打って、まあ多分さすがに持っていけるんじゃないのかな。ちょっとさす、まあラプラスものすごい硬いけど、それまずくねえか、それまずいまずいまずい、まずいって、やばい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 、クソやべえぞ、これ4倍だから持ってかれちゃうわ、あ、すいませんでした、いや、ブラッキーに顔向けできねえよ、すいませんでした、マジで。はい、ということで俺の、プレイングが終わってるせいでこのブラッキーの序盤の頑張りを台無しにしたところで、まあ、今日はこんなところにしようかなと思っております。ご覧いただいた通り、
このブラッキーもう相手のダイマックス技を素でいなせるぐらいもうとんでもない耐久力してるんで、もう本当心強い。もうこの伝説環境でもう最高のクッションポケモンになってくれるのではないかなと思っております。ということでめっちゃおすすめで、あと今日俺の滑舌が終わってるわ、別にシャブとかやってないんだけどね。ということで今日もまた一歩ポケモンマスターに近づけたな。育成論努力値調整は概要欄に載せてるんで、よかったらブラッキー使ってやってください。毎日動画投稿してるんで、対戦構築のアドバイスやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。